UGP ラジオです、今回は編集指示班の動画担当をしておりますシーファン君ことエリタ君に来てもらいました。どうぞ。あ、ごめんなさい、どうもエリタと申しますどうもいやー、出だしからこんなんで大丈夫かなと思うんですけど、いつものことだと思うよ本当歌ってみたとかの動画編集してるんですけど、うん、今は、一作しか上げてなくて、元は FPS の動画編集をしてました、うん、というわけでエリタと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあね、今日はね、いろんなことをねちょっとね聞いていきたいと思うんですけど、はい、まあ、まず、UGP 入ってから今1ヶ月ぐらい、もうちょっと、もう半年ぐらいは経ってますねごめんなさい、僕の把握ミス、これは。はい、半年ぐらい経ってるわけなんですけど、はい、まあ、実際こう入る前と入ってみてから何か UGP で変わった点、まあ、良かった点とか悪かった点交えながらちょっと何か言ってもらえれば。良かった点は、まあ、何でしょうね、その機械音痴の人にはまあまあ優しく教えてくださる方が多いっていう点でいい点ですね、うん、そうなので、悪い点って言いますと、まあ依頼が来てからの納期が、それまでの納期がかなり遅いっていうのが、まああれですね。どういうこと、依頼が来てまでの納期っていうのは。動画編集にできる段階までしてくれるのが遅いっていう点がやっぱすごいですね。企画開始の時点で呼ぶパターンが多いじゃないですか。そうですね。でも最終的に動画って一番最後の最後に来るわけで、うん、なんかさ、それってさ、まあさ、一応予約としてさ、やってもらいますよっていうことは言ってあってもさ、正式に動くのはさ、やっぱさ、仕事をこう振るときに言うべきだよね。まあそうですね、うん、今もう僕多分半年近く放置されてます、あ、そうなの。そうですよ。それ辛いね、やっぱり。辛いです。だからもう依頼なかったことぐらいに思ってます。ボイスドラマ企画。そうですね、アニドラですね。ね、あ、なるほどね。あ、そこはもう本当に最後の編集のとこってね、やっぱ一番最後に仕事回ってくるとか、それまでの人たちがちゃんと仕事しないとね、半年じゃないよ ね、 ね。っていうかもうイラスト班の人が納期がすごくちゃんとしてくれなさすぎてえぐいですね。すんごいっす。言うね君、ぶっちゃけちゃうねここで。いやもうね、やっぱね、ここでぶっちゃけないとどこでぶっちゃけるんっていうぐらいのレベルで言ってます。僕もね、このラジオやってて結構なこと言ってるんで、本当お前らふざけんなよとかって言ってるんで常に。いや、 やっぱね、納期を守らないやつはもうね、社会に出られない、ね、本当っていうぐらいの気持ちでやってます。納期守るのは最低限だし、まあ、仮にね、納期守れないにしても連絡の一つぐらいよこせよって話でした。そうですよね。まずなんか逃走するっていうのがまず意味が分かんないです。バックれるのが。でもどこでもあるよね、ネットでの制作ってさ。いやほんまにですよ。それで一番困るよね。ありえるかと思います。いやもう本当に納期っていうのはきっちり守らせるべきだと思うよ、うん、だってスケジュール組んでるわけだからさ。うん、しかもそれに承諾してるわけだからちゃんと出せようって話。納期守れそうもねえなら、その納期より、まあ、1週間とか前にちょっと言えよっていうね。そう、最低限のことだよ ね、 ね。だ、仕事したことないんだなっていう。ほうれん草ですよね。もう報告、連絡、相談、小学生に習う言葉ですもん、これはもう。これは本当そうですよ。ネットでの制作だとすごく苦労するところですね。あ、なるほどね。で、良かった点は、まあ、その丁寧に初心者にも教えてくださるような人がいると。そうですね。なるほどなるほど。じゃあなんかこうシーフン君、まあここの半年でどんな活動してきたかわからないんですけど、今ちなみになんか企画には関わってないんですよね、ほとんど。今企画には関わってないですね。いないんだね、特に今日は。そうですね、告知、じゃあ動画編集どんなんしてるか、後で、まあ途中、まあ真ん中あたりで流してもらえるように後で URL 貼っときます。なるほどね。
組み込めたりできます？どうなの、これそのまま音声だけ出しちゃうんで。ただあの URL をあの YouTube の下の概要の欄に載せはあーなるほど、教えてくれれば、うん、じゃあそれでいいっていうこと。はい、了解です。なるほど。じゃあこう、まあ、今何もほとんどやってないということなんですけど、あの UGP 入ってからも半年で、はいはい、改めて今こう UGP で今後なんかやっていきたいこととか、これからの意気込みだとかあったら教えてほしいんですけど。まあとりあえず入れてくれるなら納期しっかりしたとこに入れてほしいですね。以上です。あ、やっぱスケジュールしっかりしたとこ。あ、それかもう今すぐ仕事があるとこで振ってほしいとか。いや、なんかもう依頼多いんで納期しっかりしてくれないとマジでやっていけないんで。そうだよね、それでなんかいきなりいっぺんに来られても困るもんね。あと急に作ってくれっていうのはマジでやめてほしいです。割とミーシャさんあたりは何月にやるんですけどみたいな感じのはまあ言ってくれてるからまあわかるんですけど、急に何日までに終わらせてくれみたいな、今から始めてくれみたいな感じのはほんまに無理ですね。始めて何日に終わらせてくれっていうのは、最低限と何日ぐらい前にやってほしいとかっていうのはあるんですか。まあ気持ち1ヶ月は欲しいですね、やっぱり。じゃあ例えば何、じゃあ今例えば11月の終わり、まあ12月っての頭ぐらいに考えて、じゃあ今からだったら例えば2月の末までにとかって言ったら大丈夫ですか。例えば今からなら1月中にはできますね。1月末までにだったら大丈夫なんだ。あ、じゃあ2月、そうですね、全然いけます。あ、なるほど、わかりました。ちなみに別に受け持つものは、受け持てるものってどんなものなんですか、動画。まあ大体対話はまあできると思います、ね、動画の編集、番組だったりとか、はい、まあこう音楽だったり、実況とかなんか音乗せるのはまあだいぶ楽ですね。あとまあ音楽のあれか、プロモーションビデオとかとかもまあ作れますね。ちなみになんかあの動画で今回入ってるわけなんですけど、音声の編集とかもやってるんですか、はい、全然そういうのは。いや、ミックスはしてないですね。ボイスドラマの編集とか頼めない。あそこ知り合いに頼めばまあいけますけど。いやー、うちね、そうですね、ボイスドラマね、編集いないんですよ、全然。あー、その辺の補強ですね。その辺の欲しいもんで、なんかいてくれるとすごく助かる。またまた知り合いだったら紹介していただければ、うん、あ、了解です。なるほどね。まあ、でも考えてることは一緒だね。うん、考えてることは一緒だと思うよ、それは。うん、急にやれって厳しいね。まあ、厳しいですね。それとも本当、納期ちゃんと守ってスケジュールもしっかりしてやってくれんと厳しいね。うん、なるほど。ちなみに UGP で今活動して、本当 UGP の中での話なんですけど、例えばこう密接に関わってる人とか仲良くして、はいはい、仲良くさせていただいてますみたいな人いるんですか。まあトモさんは当たり前に仲いいですね。制作部長の、そうですね。トモさんってどんな人よ。トモさんは何でも従う人じゃないですかね。あの人は何でも従う人、動画にも手出しますし、音楽にも全然乗ってきますし、あ、でもイラストそんな乗ってる感じではなかったかな。なんかいろんなこと挑戦したがりなのかなっていう感じは。作成っていうより編集にが好きそうな人ですね、あの人は。ああ、でもどうなんでしょう、難しいですね。作曲もしてますし。トモさんが仲いい。あ、やっぱでも。そうですね、作成してるんで、まあ何とも言えないですね。いや、もうあの人は神ですよ。ゴッドですね。神です、ゴッドです。他に何か仲良くしてる人いるんですか。トモさんぐらいですかね、僕が仲いいって言ったら。ああ、そうなんだ、やっぱトモさんいろんなとこ顔出してんだね。そうですね、てか基本なんか会議でなんか喋る人集めるってなったら大体トモさんが誘ってくれますね。いい部長さんしてるね。
いや、全くですよ。もう素晴らしいと思うよ。あその点だ。てか、みんなちゃんとともさんに、その、これまで何してきたかみたいな感じのちゃんと収めてるんですかね。あれ、ともさんにみんな報告してるってこと？そうっすね。UGP での活動報告ってことかな。UGP での活動報告は一応、その、各班の班長さん、班長さんか。その班長さん経由で、ともさんに月に1回制作部会議で伝わるということになってます。どうなんですかね。でもなんか、今僕が見てきた中でちゃんと提出したん僕ぐらいやと思うんですけど。そうですよね。これ本当に言っちゃうとまずいんですけど、編集 CG 班じゃないですか。編集 CG 班で今、基本的に和正くんっていう人がまあ班長についてて、で一応、副班はちょっとお留守、はいはい、お留守っていうか、ほぼいない状況。で、勝正くんも、最近この制作部会議に出席すらできていないので、班長さんからして全然機能していないっていうのが現実ですよ。で、僕は歌ってみたとか、そういうの動画編集したやつをともさんに提出したんで、まあ、それで活動してくれてるのをちゃんと、見てくれてるのかなと思いつつ、そうですね、そうだね、トモさんの口から結構シーファンクの名前は出るね。え、そうなんですか。どうだって言ったらもうシーファンクでしょみたいな。照れるな、それは。トモさん、ありがとう。その点代表と来たら忘れてたからね。誰こいつ。自分誘ってきてんね。あのね、本当ごめんなさいだけど、まずハンドルネームいきなり変わると分かんないっていうことと、いやもう実に200数十名とかいるので、声だけでは把握しきれない。そう、ね、ああなるほどね。なんかこう、はい、なんていうのかな、まあ UGP 半年こう見てきて、はい、どうなんかまだまだこれから改善の余地あるかなと思う、いろいろ。スカイプ分けた方がいいと思いますね。スカイプ分けた方がいいってどういうこと？うん、例えばボイス班と動画編集班とイラスト班全部入れたら、そら誰が納期とかそんな忘れてまうから、だからボイスはボイスでやって、で動画イラストはイラストでやって、自動画は動画でやった方が、要するにはその制作、あ、全体ではなくて、その制作チームごとに、まあ一回集まってはいるけど、制作チームの中でも動画とかいろいろ分けようねっていう話か、スカイプで。そうですね。だから多分みんななんか別に納期守らんくてもいいやってなってるんでしょうね、多分大人数だから。俺もそれは思う、正直。あとね、多分ね、なんか何、例えばスタッフでもイラスト3人とかイラスト3人とか、うんうん、例えば編集が2人関わるとかっていう企画もあるじゃないですか。こういうんだったら、うん、まあ、主任っていうわけじゃないですけど、その、なんていうのかな、うん、各ジャンルごとの、その企画のリーダーみたいな決めた方がいいかもとは思う。そう、だから、そうですね。1人で全員を管理しきるっていうのは、多分無茶があるから、そのディレクター経験で少ないわけだから。したらやっぱその、うんうん、例えばイラストだったらイラストのなんかこうリーダーとか主任みたいな人が一応その3人関わるんだったら3人を管理すべきだと思うよ、のき守ろうって言って。そうですね。 あとはもう積極的になんかこう、ほんとできたらなんですけど、もう週1でも月1でも集まって一緒に作業する時間みたいなのがあってもいいのかなとは。あ、でもそれ試みたんですけど結局雑談で終わりますね。多分僕が経験した中で突然で終わります。一緒に作業で多分できないですね、絶対。なんか違う人と作業とかやってできますけど、多分。なるほどね。でもそうじゃないとなかなか縛れないんじゃないのかなって。あとはもう明確にさ、こう スケジュールがさ、うん、常に見れるような場所みたいのがあった方がいいのかなと。あ、一応、レッドマインっていうソフトはあるんですけど、その UGP に。これが一応スケジュール管理ソフトで、
その企画ごとのなんかスケジュールを一括で管理してね、こう常に見れるようになってるっていうソフトがあるんですよ一応。ただ使ってる人があまりにも少ないんですよ。あらま、そのなんかデザインそのものがなんかかなりシンプルなものなので、なんかちょっとなんか登録が必要だったりとか、なんかこの管理者の許可が必要だったりとか、まあうちで開発してるシステムとかソフトなんですけど、まだそのなんていうのか、結局そのレッドマインっていうソフトの使い方がその一般単位さんに浸透してないので、あまりにも利用者が少なすぎるっていうのがちょっと難点なのかなと。そうやっぱりスケジュールを管理した方がいいとは思います。そうすると正直たくさん企画があるんで、僕例えば本当僕の話なんですけど、僕今どこで何やってたか忘れちゃう、はい、そのレベル忘れちゃいますよ。だって特に UGP の代表やってると何時に何するんだっていうの全部忘れちゃいますよ下手したら。土曜日の何時からこの会議でとかっていうのも全然覚えてないかったりとかしちゃう。多すぎて、いやもう もはや僕誰があの UGP のリーダーなんかも覚えてないレベルでしたからね最近まで。GP のリーダーっていうか、まあ、全体代表は僕なんですけど、まあ、まあ、そうですね、完全に忘れてました、ね、その UGP っていうのを制作サークル単位で見たときに、トモさんがリーダーなんですよ、はい、クリエイターの総理なので、僕はあくまでそのコミュニティだったりとか、その広報関連の人たちもいるわけなんですけど、広報とか営業とか、はい、ああいう人たちも含んでの全体のリーダーなだけであって。制作ってなると、はい、トモさんがリーダー。まあなんか言わばトモさんがリーダーっていう見方でいいと思いますよ。全体は鈴木さんだねみたいな。あれはもうなんか運営の人だわみたいな。すいません。なんか。あ、質問なんですけど、うん、思ったんですけど、なんか声劇好きな人ってやっぱ声部にいっぱいいるじゃないですか。そういう人ら誘ってその好きな声劇を勝手にやってもらって、それをイラスト班と動画編集班で勝手に作るっていうのはまあありやと思うんですけど、どう思います？それは声劇の音声はスカイプとかでこう収録するって感じ？なんか声部で上げてる人らいるんですけど、あ、そういうのに動画編集とイラストの人が手を加えて動画としてアップするっていう、それもありなんじゃないかなと思いますよ。うん。いやー。うち芸能班がちゃんと仕事しないよね。芸能班って言いますと、あれですか？声優、うん。声優さんですよね、特に。声優さんと、まあ、イラストの人がちょっと遅いっていうのはありますけど。うん、まあ、イラストはすぐ。書けないですからね。まあ、でも人によるよ。でも早い人は早いから、多分関わってる人によりきりだとそれは思うんですけど、まあもうピンからキリまでかな。プロのイラストレーターだったらなんでここで書いてるんやろってできますからね。まあプロのイラストレーターみたいな人も中にはいますけど、どうなんだろうな。だってプロだったら1枚書いただけで1万ぐらいいきますからね。お金のためにやってんだったらそうだろうね。うん、ただなんかやっぱりなんていうのかな、仕事で、まあ、僕もそのクリエイティブなことでも、うんうん、仕事に、まあ、仕事してた経験っていうのはあるんですけど、うん、やっぱりね、はいはい、仕事やってても結局は自分のなんていうのかな、こう作風だとか作りたいものだとかっていうのが確実にそのクライアントの下でやってるとできるわけではないので、お金もらわなくても、はい、自分の作風とかその自分の作りたいものが作れるのは同人活動なのかなと思うんで、やっぱりお金もらわなくてもその本当にクリエイティブなところに逃げ道じゃないですけど、趣味の範囲でその仕事しててもやりたいなって思うとこはありますよ。同人活動でも面白そうですね。そうですよね。何本あげてるんですか、そういうの方面は。何本ってどういうこと？本数？そうですね、本数。じゃあボイスドラマとかっていうことかな。
とかですね。でもなんか販売してるんですよね、そういうのって。うちでってこと？そうですね、同人関係は。うちで作ってるボイスドラマ販売してるものっていうのは今ないね。あの、うん、フリーで作ろうとしてるものは結構あるんですけど、でも実質完成までこぎつけて いる作品っていうのは僕把握してる限りは、まあ、ショート本当に1本で終わっちゃうものが、まあ、4、5本ぐらいと、あのまあ 6本で一括りになってるものが1つ上がってたりとか、まあ、作品本数でいくと、まあ、7から8ぐらい上がってるのかなっていう。うん、ただ長編のが全然進んでないの で、ね、編集だったり、まあ、主に編集と声優のせいなんですけど、生徒がちっちゃったごめん生徒が声優編集不足と声優さんがちょっとボイスを出さないよっていうことが主な原因なんですけど、はい、マジで動画編集前たどり着いてくれないっていうのがもう切れそう。いやもうどうにかそれは、まあ、父さんともいろいろ話し合って、なんとかそこのできるようにっていうのは、ちょっと考えますよ。うん。ふえ、うん。なるほどね。まあ、そんな感じですね。まあ、まあまあ不満溜まってますね。本当にだってあれだもんね。半年仕事待ってるってとんでもないもんね。いや本当ですよ。でもなんか依頼来るだけ来てほったらかしっていうの、まあもうそろそろいいかな。 2,3 本だからね。本当に一応声掛けだけはあらかじめ何月ぐらいにあの編集の方に回す予定ではいますぐらいの言ってるのがいいでしょ、別に。多分だから例えば、あ、まあ、例えば 今企画開始しましただけど、まあ、2月ぐらいには一応シンファン君の方にじゃあ、 あの材料渡せるようにしますっていう予約だけはいいでしょ。あ、それはいけますよ。渡せるようにする予定ですって言っても2月に渡しますって言うんだったらそういうふうに言わないとダメだよね。ただ先に集めてさ、ちょっと動画の人待っててくださいは辛いよね。辛いですね、それは。自分がいつ頃動けばいいのか、今どうなってるのか全然見えてこないからね。確かに。本当ね、これはね、シーファン君だけが思ってることじゃないと思いますよ。だいぶみんなお怒りですか。あのちゃんとやってる人はお怒り。で、結局ちゃんとやれる人とちゃんとやれない人がいて、やれる人からするとスケジュール守れないやつって何なんだって話なんですよ。いやほんまにですよ。言っちゃ本当にこのこと言っちゃいけないですけど、スケジュール守れるだけで一つチーム組んで一本作品作った方が絶対早いですから。早いですね、それのが。それがちょっとばらけちゃってるんで、うん、やっぱり。しかもいい感じにばらけてるっていう。できる人がそのいい感じにばらけちゃってるんで、まあ、それがちょっと辛いかなっていう。ただやっぱりさ、できない子にも経験させてあげようっていうのはうちの中でやっぱり出てきちゃってるから。はいはい、難しいところなんですよね。ただやっぱ作品作るっていうそのミッションというか目的を達成するためには、はい、本当にそれだけ考えるんであればやっぱりできる人だけでチームを組んだ方がいいと僕は正直思います。ですよね。なるほど。もうなんだかんだで、ね、あの24分近くまで来てもらえないですけど短いでしょ。長いと思ったらまあ短いですね。そうあれですよ、長くないですよ。まあ、僕は答えてるだけなんでだいぶ短く感じますけど。まあね、ちなみにこのラジオはさっき言った通り基本的には YouTube の UGP の YouTube チャンネルというところにアップロードされます。なので毎週これゲスト基本的に UGP の人が来るっていう、毎週っていうか週替わりではないですけど、まあ、はい、毎回っていうことで、まあ、これまでもね、今年になってからも 4,5 本は多分動画上がってると思うんで、あと他の人のも気になったらちょっと見てみてくださいとかっていう。うん。あ、ただまあ、了解です。代表として言っちゃいかんことをたくさん言ってると思いますし、ちょっと、言うと叩かれそうだけどね。あの、女性批判とか半端ないからで、俺の。あ、そうなんですか。なんかブスとか平気で言っちゃうって。あ、いや、まあ、それはやばいです。とか言って。
それはえぐいっ絆すに喧ね。嘩売ることもあるのまあまあ、やらかしてますね。まあ基本的に毒舌を売りにやってるんですよ。まあ今日はおとなしかったけど、シーファン 君が今日はまあまあ。なんか僕の代わりに毒吐いてくれたもんで 毒吐き担当ですからね。まあそんなこんなで、まあ UGPR 賞こんなところですけど、最後にシーファン君から、まあ残りまあ3はい。分ぐらいなんですけど、なんかまあ短くてもいいんで、なんか皆さん、UGP の皆さんとこの動画を視聴してるこのリスナーさんに対してメッセージがあれば、どうぞ。UGP ラジオのご覧の皆さん、エジタですが、こんなエジタですが、どうか使ってやってくだなさるほど。わかりました。い。ただ、のきよちゃんで守りましょ本当その通りだね。友樹う。お守れ願いよ、しま本当す。に、どうみんか、な。どうかこんなエジタに一票、清き一票お願いします。ということで、まあ、今回のゲストはシーファン君ことエディター君でした。またね、次の回もね、違う方がやると思うので、ぜひ皆さん、ご視聴なさってください。では UGP ラジオここで締めにします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様はーい、でまたす。またねー。ね。